俺昨日さ、商店街の活性化という名の飲み会に誘われてよ、行きたかなったけど、行かざるいねえから行ったらさ、もうしこたま飲まされていやー、気がついたら商店街の役にされちゃって、あれめんどくせんな。なんでしたのかを知りたい。謝るだけ誰でもできるだろう。えっ、おい、分かってんだ。考えれば考えるほど体の成長を通り越して頭だけが大きくなっていくみたいな。僕もあの子も、前はゆうすけもよ、東京で失敗してっからよ。だからちょっとこっち来て休めよみたいな。許せなくて罪悪感も湧いてきて、みんなも裏切っちゃうし、何信じていいか分かんないよ。本当人間関係はね、呪いですよ、ほんと。前と一緒、前と一緒よ、これ。もうどうしたいか分かんないよ。怖いよ。前と一緒だし、分かんないよ。今できることをやるしかないさ、今できることは何だろう。今できることをやるしかないさ、今できることは何だろう。社会もあの子も笑っていたいのに、戦争もくだらないと言ってやるよ。愛と今できることをやるしかないさ、今から僕